か違うけど、いやまあいいか。ベジタ、昔話をしようか。アイビスの火がこの星を焼き尽くした後、決して表には出ないある組織が作られた。観測者たちの結社、オーバーシア。コーラルの増殖傾向を測り、破綻が訪れる前に焼き払う。それが使命だ。私はウォルター、そして死んでいった友人たちのね。ラッドは退屈しない隠れ蓑だったが、いよいよ本来の仕事をする時が来たってわけさ。本題に入ろうか。あんたもザイレムには行ったことがあるだろう。技研の作った養生都市だ。あそこには来たるべき破綻への備えとしてちょっとした機能が隠されてる。そいつが今の状況には必要なのさ。戦艦みたいになるのこれ。もしラッドの技術者が総掛かりでザイレムのコントロールを奪いに行く。あんたにはシャシャリ出てくるに違いない。アーキバスの相手を任せたい。ここか。あー、どうだミサイル当たるかこれ。まあいいか。観測者たちの結社、オーバーシア。コーラを焼き払う使命。何もしなくていい。そんなことない。またなんかこっそり隠れて入ってきてるとかじゃない。いねえんだが。
なんかそれで近くにいる。これは300、175、175、420。これとこう、
あ、大変。上級権限まで手がかかった。あと2分で終わらせる。これでミサイル。あんたも
今度はそれ義務団です。蹴散らしてきな、イチタ。ああ、やっぱ戦艦だったか。あいつの残していった情報が役に立ったよ。てか戦艦。構成艦入植船ザイル。ウォルターの置き土産さ。でかあ、ビーム打ちそうな形状してんだ。計画について先に話しておこう。あんたが捕まってる間にアーキバスはバスキュラープラントを完成させた。今やコーラルは大気圏外まで吸い上げられ、ルビコンから持ち出されるのも時間の問題だろうね。そうなる前に
焼き払う必要がある。だがプラントを突き破ってコーラルに火をつけるにはそれ相応の火種がなきゃ話にならない。わかるかい、ビジター。ザイレムはプラントに到達する移動手段ってだけじゃない。コーラルを焼き払い根絶する、そのための火薬庫なのさ。それが観測者たちの計画。企業はコーラルを貪ることしか考えず、観測者たちはコーラルを恐れ根絶しようとしている。私は人とコーラルの可能性を守りたい。レイブン、私の願いを聞いてはくれませんか。新着メッセージなし。何も起きなかった。あれ、ショットガンどこ行った。あれ、2つなった。これまだ全然終わんない。ビジター、状況を説明するよ。アーキバスがザイレムに総攻撃を仕掛けてきた。うちの連中が応戦してるが、まあ厳しい。正直言って押されてる状況だ。わかるね。そろそろあんたの出番だ。ザコはうちのチャディと部下どもで持つ。あんたに任せたいのはこいつだ。ベスパーワン、フロイト、企業陣営の筆頭、文句なしのエースさ。私はウォルターが託したあんたにかけることにした。引き返せない戦いになるが、頼まれてくれるか。あれ、じゃあ装備、装備これじゃない方がいいな。ショットガンミサイル、剣、剣、剣、ショットガン、レイブン、あなたの考えは分かりました。残念です。そうだ、メインシステム戦闘モード起動。始めるよ、ミスター。エスパーワンの投入まで猶予がある。その間に企業の主力機体を叩いてほしい。
査機構から露獲した高性能機だ。どこに行けば。聞いての通りだ、ビジター。ウゲイエリアはチャティが何とかする。目標の撃破を急いでくれ。広すぎる。足が速い。めちゃめちゃ減る。
層の方から片付けよう。チャティにお別れをしてきたよ、ビジター。あいつは私の作った AI だ。必要に応じて体を変えたりはするが、バックアップは取る気になれなかった。生きるってのはそういうもんだろう。あんたの方もなんだか寂しそうだね。気のせいならいいんだが。何もらったの？これか。ああ、これ。これなんだ？チャージすると2回殴るの。仕事の説明をしよう。ザイレムは今宇宙空間との境目、カーマンラインのちょっと内側にいる。アーキバスはルビコンの封鎖システムをまだ完全には掌握できてない。衛星砲を使えない以上、ここらが企業勢力の最終防衛ラインということさ。連中の遊撃艦隊との空戦になるが、勝算がないわけじゃない。この中域にはアイビスの日以来
大量の残留コーラルが漂ってる。その流れに飛び込めば無尽蔵のエネルギーが得られるはずだ。頼んだよビジター。ここを突破すればバスキュラープラントは目の前だ。いよいよ大詰めだ。だからこそ笑ってやろうじゃないか。メインシステム戦闘モード起動。始めるよビジター。こっちでも迎撃する。撃墜競争といこう。わあ。悪いね、先制点はもらったよ。どうすんのこれ。バスキュラープラントへの接近を阻止します。主力艦隊は防衛ラインを堅持してください。マジかよ。変な武器を装備してる時こうなってる。急にドローンパチ始まった。勘弁してくれ。危ない危ない危ない。
どうやって倒すの？おぉ、びっくりした。怖い怖い。判定あんのかよ。ひどくない？主人公感あるな。大丈夫なの？まあそんだけでっかいの立ってたら当たるよな。
化人間 C4621 通常モード移行。お、え、急に普通になった。私が掌握しました。あなたはもう引き返すつもりはないのでしょう。私もそれに応えます。一人のルビコニアンとして。え、君ラスボスなの？いや、どうなんだ、どうなんだ。まあ、行くか。指定する封鎖ステーションに来てください。待っています。屋上に呼び出された。あなたには今も見えているはず。コーランたちの声が。声が見える。それでも人とコーランの可能性に目を向けず、私たちを根絶しようというんです。おお、なんかかっけえ。変形した。またお前？なんだこれ、どうすんのこれ。お前の近接受けれねえんだよ。
っちゃ褒められる。いやー、これなんだこれ、あ、なんか練習してる、はい、あー絶対しょがり、しょがり攻撃、それ痛そう。
間だ。厳しいね。入るのがいいか。2階殴れて内観があるんだよね。待った。そっか。お前なんかバリア張ってたな。メインシステム戦闘モード起動。ここに来て泡に帰ってくる。そして財源のためこの機体に乗せられた人々の不幸への意志と不幸への強制。早くだ。あれ？待って、また違う武器持ってきてるわ。どうして？
何に当たったの今。早すぎる早すぎる。半分までは行くんだよな。そして財務のためこの機能に乗せるまた人々と交流をした人と交流の救世私はあなたその可能性を見たんです。あなたも共に歩めるか。早い。で、近接上げた方がいいのでは。3回殴られる。あ、どうなんだ。3回殴ったら強いか。攻撃力7。
これ硬いな。これアリナルだ。指定する封鎖ステーションに来てください。何も見えない。おっ、これか、影分身の術なのか。余計に行く。これおお、またマリンね。
やべ、なんか外れた。最悪、外したわ。
じゃなくていい気がするな。こっちの方が剣長いからな。ふわしてるかこっちも。ああどうだろうな、よっきりそうもね。よけらんね。届かないな。剣の方が強いんだこれ。待てち。パルスダウン。あそこはパルスダウン。ああ、待て。ああ、待てやった。どうしても殴れると思って。やってしまった。切れる気がしねえ。あ、またか。
か、あ、なんか感じねえな、使い方が下手なの。ああ、反対に避けちゃった。ああ、違う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 。全部逆方向されたやっちゃった怯えた。あ、意外とバックステで行けたりするのかな。そしてザイルのためにこの機体に乗せられた人と心の意思、よけれてね、人と心の強制、私はあなたその可能性を見たのです。あなたが共に歩めると、はい。
調子なんじゃないこれ。回復しよう。あなたこそがユニコーンの戦果そのものだったと。あれへんだよ。ああぶれ。あやっちゃった。やっちゃった。見てなかった。見てなかった。早えんだよ弾が。パルスの無駄打ちが多いんだな、これ多分。もっとちゃんと避けてから打たないと。それまでは適当にファンで。反対作詞した。やべ、反対。
や見えんかった。うわー、なんかやらかした。じゃあアーマーが復活するタイミングは全然わかんねえんだけど、どういうことなんだろう。出る出ないがよくわかんねえな。ボムの方がいいのかな。あなたを倒し、そしてでもボムの方がいいのかな。あと2回なんですよ。かっけえ、そんな攻撃なんだ。フェンスじゃなくていいか。いや、というかこういう戻り方じゃなくていうことか。これラストチャレンジよ。メインシステム戦闘モード起動。あなたを倒し、間違えた。そして財源を止める。この人に襲われた人々と行為を失った人と行為を救世。私はあなたからその可能性を見たのです。
たい。長そうだから。